今回の問題。 PPP は主に2つのプロトコルを利用します。何々はリンクを制御するプロトコル、何々はネットワークを制御するプロトコルです。 PPP には認証機能があり、何々のオプション機能を利用します。認証で利用するプロトコルは、パスワードをそのまま回線上に流す何々と、チャレンジ&レスポンスを利用してパスワードを加工して回線上に流す何々があります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 PPP は主に2つのプロトコルを利用します。1つは LCP でリンクを制御するプロトコル、もう1つは NCP でネットワークを制御するプロトコルです。 PPP には認証機能があり、 LCP のオプション機能を利用します。認証で利用するプロトコルは、パスワードをそのまま回線上に流す PAP と、チャレンジ&レスポンスを利用してパスワードを加工して回線上に流す CHAP があります。お世話になっております、マサルです。前回WAN接続で利用されるプロトコルの一つとして PPP を勉強しました。PPP はどんなプロトコルだったか皆さん覚えてますか？少し復習になりますが、専用線で利用されるプロトコル、マルチプロトコル環境で利用可能なプロトコル、対抗が他のベンダーであっても利用することができるプロトコル、そして認証機能がある、このような話をしました。今回はより深く PPP について掘り下げて勉強していきたいと思います。それでは始めていきましょう。PPP は主に2つのプロトコルを利用します。 LCP と NCP です。 LCP はリンクを確立したり終了させる役割があります。 PPP では対抗と通信するためにまずは LCP を送ります。なお PPP には認証機能があり、認証を行う場合は LCP のオプションの機能を利用して認証が行われます。 NCP というのはネットワーク層の設定を行います。ネットワーク層のプロトコルごとに NCP が存在しており、 IP を使う場合は IPCP という NCP が利用されます。繰り返しになりますが、 PPP には認証機能があります。認証機能は必須ではないのですが、 ISP などが契約した利用者をWAN接続させる場合には認証機能を使って利用者を認証することがほとんどです。認証で利用するプロトコルは PAP と CHAP があります。この2つの違いを覚えておきましょう。まずは PAP から見ていきましょう。 PAP はパスワードオーセンティケーションプロトコルの略です。認証する側はあらかじめ認証される側のユーザー名とパスワードの情報を管理しておきます。 PPP による接続時、認証される側は認証する側にユーザー名とパスワードを送信して認証を行います。この時に送られるユーザー名とパスワードが一致すれば認証 OK ということになります。しかしこの時に回線上にパスワードの情報がそのまま流れてしまっています。通信経路中に悪意のある第三者がいた場合にパスワードの情報が盗聴されることになり、 PAP はリスクが高く安全な認証方法とは言えません。 CHAP を利用して認証する場合は、認証を行う時に認証する側からチャレンジメッセージというものを認証される側に送ります。チャレンジメッセージの中身は乱数で、乱数というのはランダムな値です。認証される側は送られてきたチャレンジメッセージと自分のパスワードをもとにハッシュ関数という関数を使って計算を行います。この計算結果がレスポンスメッセージとなり、レスポンスメッセージを認証する側に送ります。認証する側も同じようにチャレンジメッセージとパスワードをもとにハッシュ関数を使って計算を行い、送られてきたレスポンスの値と比較をします。レスポンスの値が同じになれば認証成功ということになります。この方法で認証すればパスワードの情報が通信経路中に流れないので、 PAP よりも安全な認証方法であると言えます。一通り CHAP について説明しましたが、おそらく初めてハッシュ関数という言葉を聞く方はよくイメージがつかないと思うので、少し実習を交えて説明したいと思います。実習に移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれども、ネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。さらに定期的に実施するオンラインクラスはアウトプット重視の授業になっています。皆さんに手を動かしてもらいながら学べるように工夫しています。興味を持ってくれた方は概要欄のリンクをクリックしてみてください。それでは今回はこちらのサイトを使って実習を行い、ハッシュ関数のイメージをつかんでもらおうと思います。このサイトへの URL は概要欄に貼っているので、もし一緒にやってみたい方は概要欄からリンクをクリックしてみてください。このサイトでは簡単に入力値をハッシュ関数によって計算をすることができます。このサイトを使いながら CHAP の流れを一緒に勉強していこうと思います。CHAP を使って認証する場合は、最初に認証する側が乱数を作成します。乱数というのはランダムな値のことでしたね。例えば今回は123という乱数ができたとします。乱数の情報は認証される側に送られます。認証される側は受け取った乱数とパスワードの情報を組み合わせてハッシュ関数で計算します。なので今回は123とマサルを組み合わせてハッシュ関数で計算してみたいと思います。こちらのメッセージの欄に123マサルと入力してください。この入力値をハッシュ関数によって計算します。実行ボタンを押します。各ハッシュ関数で計算した出力結果がこちらに表示されています。今回は MD5 というハッシュ関数を使って計算した値を使っていきます。末尾が FFBCC となっています。特定のハッシュ関数で計算したときに、誰が計算しても同じ出力結果が得られるという特徴があります。もし一緒にやっている方がいれば、同じ出力結果が表示されているはずです。認証される側では乱数とパスワードの情報をもとにハッシュ関数で計算し、計算結果がこのような値になっています。この値をレスポンスとして相手に返します。認証する側も同じように計算を行います。自分が生成した乱数123の情報と、あらかじめ管理しているユーザー名 R1 のパスワードマサルを組み合わせてハッシュ関数で計算し、出力値を求めます。送られてきた情報と自分自身で計算した情報を比較し、同じ値になっていれば認証 OK ということになります。もし悪意のある第三者がパスワードを盗聴した場合、今回の計算結果を得ることができるのですが、このパスワードを使って不正に認証を成功させることはできません。なぜなら次回認証するときには、認証する側が別の乱数を認証される側に送ります。例えば A、B、C など乱数なのでランダムな値になります。認証される側は送られてきた乱数 A、B、C をもとに再度計算をすることになるので、別の値がレスポンスの値になります。つまり悪意のある第三者はマサルというパスワードを知らない限りは不正に認証を成功することができない仕組みになっています。CHAP を利用する場合はルーターが今お話ししたような計算を行い認証を行っています。CHAP を使うと通信経路中で盗聴されてしまったとしてもパスワード自体の情報がバレるわけではないので PAP に比べると安全です。それではここまで学習した内容を最後にまとめましょう。PPP は主に2つのプロトコルを利用しています。LCP はリンクを制御するプロトコル。NCP はネットワークを制御するプロトコルです。PPP には認証機能があり、LCP のオプション機能を利用します。認証で利用するプロトコルは、パスワードをそのまま回線上に流す PAP と、チャレンジ&レスポンスを利用して、パスワードを加工して回線上に流す CHAP があります。それでは今回は PPP について詳しく一緒に勉強しました。次回の動画では PPP を実際に設定してみようと思うので、ぜひ次回の動画も見てみてください。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。